はい、ケンジでございます。昨日ですね、ちょっとトラブルが起きまして、タイトルにのも書きましたが、洗濯機の方がちょっと調子が悪くなりまして、大変なことになって、まあ、夜な夜なメンテナンスをしたということになるんですが、まあ、結果から言うと治りました。結果から言うと治ったんですけど、どこがどういう風になってたかっていうのをですね、お話ししようかなと。で、まあ、同じようなことがね、起きた場合にこの動画が参考になればなというふうなことで、ちょっと、まあ、どこがどうなってどうやったから治ったみたいなところをね、お話ししていこうかなというふうに思います。それではちょっと洗濯機のねところに行こうかなと思います。では行ってみましょう。はい、洗濯機のところやってきました。水を出すとこっからジャーっと出てくるはずなんですが、ここからちょろちょろちょろっとね、全く出ないわけじゃなかったんですけど、ちょろちょろちょろっていう風になって出る量が少なかったということで、いろいろ調べました。で、考えられるのは、まあ、全然出ないわけではないので、水道の方がおかしいということではないだろうというところは、分かったんですけど、まずここ外しました。で、水の水圧がちゃんとバーっとしっかり出ることを確認しました。で、問題ないと。で、ホースを外して、で、ホースの通り具合も問題ないということになったので、考えられるのは、ここ。ホースと洗濯機のつなぎ目のここ。ということになるわけなんですけど、ちょっとここを外してみましょうか。回すと、よいしょ、はい、外れました。そうするとここのところに、ちょっと汚れてるんですけどね、ここのところに中に金属の網があるんですよね。ここのところが、詰まっていたと。要はここにサビとか赤サビみたいなそのゴミが詰まってたので水の出が悪くなっていたということなので、ここを、まあひげ剃りのね、お手入れする時のブラシみたいなちっちゃいブラシとか、まあ歯ブラシとかでもいいと思うんですけど、まあそういうもので掃除したら水の出が良くなったということです。はい、洗濯機のホースとのつなぎ目の金属のところですね、そこのところが問題だったと。まあ、引っ越してきてね、一人暮らしをしだして十数年経ちますけれども、あの場所をね掃除したことはなかったので、そりゃゴミも詰まるわなという話ですけど、ね、洗濯機が壊れたわけではなかったので良かったです。で、まあどうやってそれが分かったかというと、まあいろいろ調べたんですけど、まあ取説を見ても分かるだろうし、ネット上、私はネット上でまあ同じような症状が起きた人はいないかっていうのを調べたりとかですね、YouTube でまあ洗濯機水が出ないとか調べたら出てきますし、まあ一番いいのは、多分説明書があって、説明書の後ろの方、まあ、こういうトラブルが起きた時どう対処するかっていうのが書いてあるページが大抵書いてあると思うんですけど、まあそれを見る。で、紙の説明書がなかったらネット上で、ね、型式入れたら大体取説、ね、PDF とかで、見れたりしますから、そういうので調べるとか、それでも例えば古くて出てこないとか言ったら、まあ、YouTube とかね Google で検索してまあ似たような症状の人がいないかっていうところをね、調べればいいんじゃないかなというふうに思います。で、まああれで、ね、詰まってもなくて水が流れてこないとか言ったらまた問題だったかもしれないですけど、まああの程度で治ったので良かったです。まあ、似たようなね、症状で、お困りの方がまあいらっしゃったら、参考にしてみてください。
はい、ということで今回はまあ暮らしに役立つ情報といいますか、洗濯機のトラブルをまあ無事解決できましたという動画でございました。まあこの動画がね、まあ、参考になったということであればグッド評価をお願いいたします。でまあチャンネル登録してやってもいいぞという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。